はい、のぶちゃんのるとぶちゃんです。今日はね、ちょっと嬉しいことがありまして、朝からと、うち11時から開くんですけど、ちょ開店待ちしてきて、待っててくれたお客さんがいまして、なんか仙台からわざわざいらしたみたい で、お土産もで持ってきてくれたんですよ、これ。はい、ありがとうございます。なんかね、そんなおかしいかと思って、ね、すいません、ありがとうございます。ナブチャンネルを視聴していただいて、ね、こうやって気にしてもらって、ね、食べに来ていただくって、やっぱりすごく嬉しいですよ ね。あと、うちの弟の方にもなんかお土産一緒に置いてってくれたんで、でピースの方に寄る時間ないからってことで、ちょっと今から弟の方にもお土産の方を届けに行きたいと思います。まあ、そういうことで本当に本日はご来店ありがとうございます。じゃあまた。はい、じゃあ着きました。じゃあね、ちょっとこれ届けに行きたいと思います。これかな。おー、いた。あ、いた。おい、おい、これ、おい、なんか、これ、その気はお土産ですって持ってきたらご飯食いながらですね。おだから、うん、ぜひお酒のおつまみ食べてください。あ、どうか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 じゃあ、これちゃんとお客さんにありがとうございます。あ、俺、宇治に持って行く。そうそう、宇治ならもっと立派な箱だったから。あ、そう。あ、すいません、じゃあありがたく頂戴いたします。ごちそうさまです。ありがとうございます。ちゃんと無事届けましたんでこの後、うん、俺何もグッズねえからピースの宇治だったけやってるから分かった分かったまだ機会ありましたらぜひ食べに来てください。あとピースの方もよろしくお願いします。なんか機会あったらほんと来る。分かりました。オッケー、はい、じゃあそういうことです。ありがとうございました、はい、ごちそうさまです。じゃあグッドボタンチャンネル登録よろしくね。バイバーイ。ピースもよろしくね。バイバイ。バイ。